今回は「満州難民」38度線に阻まれた命を紹介します。1945年8月9日ソ連参戦ソ連軍の侵攻から逃れるために満州国首と新京から朝鮮北部の各山という小さな町に疎開した1094名の日本人足りない食料厳しい冬人々は飢えと寒さ 伝染病に苦しみ子供たちは次々と命を落とす朝鮮北部を掌握したソ連軍は日本人の移動を禁止し本国日本からも救いの手は差し伸べられないこのままでは死を待つだけ何としても日本へついに決死の脱出行が始まった 本土終戦の日から始まった地獄のような難民生活なぜ彼らの存在は黙殺されてきたのか戦後史の闇に光を当てた誠実なノンフィクション戦後70年にして掘り起こされた過酷な事実だいつ日本に帰国できるとも知れない絶望的な状況の中で難民と化した日本人たちがいかに暮らし生き延び あるいは死んだのかかが克明に記述されているこの豊かな時代には想像もつかないような生きるか死ぬかの毎日着物のごとく日々食べていくことを考える所持金がそこをついてくれば身につけていたものを売るあるいは路傍の野草を食べる仕事を探す人のものを盗む衛生状態は最悪で 冬を迎えて極寒の中では水浴びすることもままならない寝床にはのみしらが蔓延する体力が落ちれば病にかかりやすくなり高齢者や幼児といった弱い者がへいれていく地元民が抱く日本人への憎悪や哀れみも赤裸々に綴られている私たちは戦争のの本といえば派手な戦記物に目を奪われがちだがこうした庶民 底辺の人々がその背後でどんな状態であったか、こうした霊言な事実にも目を向けなければならないだろう。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。